こんばんは、あなたの出番です。ナビゲーターの平野恵子です。この番組はビンゴ地域の方に登場していただき、ゲストコメンテーターの小林文明さんを交えてテーマに沿ってディスカッションをしていきます。ゲストコメンテーター小林文明さん、こんばんは。こんばんは、よろしくお願いします。さて、ちょっと前なんですけれども、あることを提言されたということをブログで拝見したんですけれども、はい、いつも見ていただいてありがとうございます。何のことでしょうか。ですね、若者政策推進議員連盟っていう議員連盟ですね。これは超党派なので、はい、共産党の方とか立憲民主党とか国民民主党とか野党の方も入ってるやつを作ってるんですけども、はい、そこで事務局長を務めてまして、でそこから2つ の, 具体的な提言をこの間出しました、はい、その内容がですね、1つは被選挙権年齢を18歳に引き下げたらどうか。これはですね、はい、投票できる権利はこれ選挙権年齢なんですね、はい、これが18歳から投票できるようになったんですけども、はい、選挙に出れる立候補できる年齢っていうのはまだ実は高くて、我々衆議院議員や地方議員さんは25歳で初めて立候補できる、はい、で一方で県知事と参議院議員ですね、これはですね30歳からなんですね。でこれは18歳からでいいんじゃないのというのが一つ目、うん、で二つ目が供託金っていうのがあって、いざ立候補しようとすると、まあ、立候補するだけでポスター貼れるじゃないですか、はい、で政見放送とか流せるので、まあ、売名行為のためにいたずらで立候補する人がいるので、一定の金額をですねまず預けて、で一定の票が取れたらそれが返ってくるっていう仕組みがあるんですよ。これは供託金っていうんですけども、はい、これが例えば衆議院選挙だと300万円なんですね。でこれを最初に300万円キャッシュで持てるってやっぱり相当ハードル高いですよね、はい、と。これ両方とも、だからこれを下げないかという話なんですけども、両方ともとにかくその幅広い世代が政治にチャレンジできる機会を作った方がいいんじゃないのということで、この2つの提言をまずさせていただいたっていうことです。でも18歳って思い切りましたね。そうですね、まあ、年齢でどうなのかと、高校卒業してる、もしくは、ね、高校3年生でも18歳ですから、はい、立候補していいのかっていう議論があるんですね。で確かに昔その年齢が一定で、その信頼が得られるから、まあ、立候補していいよっていうルールになってるんですけど、でもそろそろ人生100年になってますし、うん、まあ藤井四段、もう四段じゃなくなっちゃいましたけど ね、ああいう若い選手、スポーツ選手も含めて、はい、しっかりしてますよね。そうですね、年齢で判断するよりも、はい、別に有権者が投票するかしないか、有権者が判断すればいいだけなので、うん、なんかこうチャレンジする権利をですね、年齢で遮るっていうのは、もうそろそろやめていいんじゃないかなと、はい、能力式、そうです、そうです。で選ぶのはまさに市民国民ですから、その人たちの判断を信じるということでいいんじゃないかということ でただ、まあ、成人とですねやっぱり合わせないと、いろんな義務と権利の問題がありますから、はい、じゃあ成人の年齢に合わせて18歳ということにしようと。成人年齢もこれから下がってきますので、はい、決まっているので、まあ、それに合わせて18歳というふうにさせていただいたということなんです、うん、これは提言をされました。この後どうなるんですか、はい、これはですね、選挙制度って政府で決められるものではなくて、むしろ各党がですね一緒に情報共有して、でこれでいいよねというふうに一緒に歩みを進めないとやっぱりできないんですね。なので実はこれは政府に提言したんじゃなくて、はい、各党の政策の責任者、いわゆる政調会長と呼ばれる、だ自民党だと今岸田文雄さん、広島の方ですけども持っていって、で我々超党派ですから共産党の政調会長にも持っていくし、公明党の政調会長にも持っていくしということで、いや全部の党の若手がですね、はい、各党の政調会長に持っていくっていう、なかなかない、で各党で議論を始めてくださいと、はい、でそこで結論が得られたらみんなでやろうじゃないですか、ということを投げかけてます。超党派っていいですよね。そうですね、やっぱりこうでなくっちゃと思うんですよ、こうでなくっちゃっていうのがまあいろいろそういうもので議員立法って出来上がってるんですけど、まあ選挙制度ってまさにそうなので、はい、今世界で混乱起きてますけども、はい、やっぱりいろんな人が政治に参画するってとっても大事なんですね。でこの間女性が政治参画しやすいようにっていう法律を通ったんです、はい、これある意味私は横のダイバーシティだと思っていて、うん、まあ、男性女性のこの性別ですね、でもやっぱり縦ですね、年齢のダイバーシティもやっぱり必要で、うん、それは若ければいいってことじゃなくてバランスだと思うんですね、はい、だからいろんな人の気持ちが分かる人たちが入ってくるっていうことがやっぱりみんなの気持ちを反映する政治になり、うん、でみんなの気持ちが反映された社会になってやっぱり安定した国ができるってことだと思うので、ね、まあ、そういう日本にできればなと思ってます、はい、
もっと若い世代から政治に興味を持つようになりますよね。そうですね。やっぱり私が出た時も同級生が初めて選挙行ったりとかですね、身近になったりするんですね。でやっぱりそれぞれの目線での課題発見ってあるので、はい、まあ、この後は女性からの課題発見がビジネスにつながるという話だと思ってますけども、まあ、そういう人たちが入ってくるってとっても大事ですね。またこの続きというか、こういうふうに発展しましたよっていうのはまたこの番組でご報告をしていただく、はい、ということ。ブログもぜひ見てください。はい、さあ、あなたの出番ですは、パソコン、スマートフォン、タブレットでもお聞きいただけます。FM 福山レビオビンゴのホームページからどうぞ。この番組は、コーアブスさん、カネソ22の提供でお送りします。サロンデトーク、今夜の主役は、ランドリー&カフェ、ユアネイバーの矢蓋かおみさんです。矢蓋さん、出番です。はい、こんばんは。こんばんは。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ゲストコメンテーターの小林文明さんと一緒にお話を伺っていきます。よろしくお願いします。お願いします。このランドリー&カフェ Your Neighbor ってどういうお店なのか、まずはざっくり教えていただけますか。はい、コインランドリーにカフェが併設してあります。はい、まんまですね。わかりやすい。わかりやすい。そうですね。はい、場所はどちらに。福山市の引野町に、はいはい、何か目印になる建物とかありますか。はい、発見殿の引野店があります。はい、はい、福山東駅の近くになりますね、はいはい、そこに新しくできるということなんですけれども、 Your Neighbor ってどういう思いでつけられたんですか。ですね、コインランドリー自体がとても使用権が限られていて、多分わざわざ遠くまで行かれることってあんまりないと思うんですけれども、その中で、まあ、ご近所さんですよ、私たちはいつも近くにありますよっていうのが、まあ、まず最初に、はい、コインランドリーお店自体があなたのご近所さんですよっていう意味、はい、なるほど、いいですね、親しみやすいですよね、はい、小林さんはランドリーはよく利用されますか。大学生の時使ってましたね。あ、そうです。その当時あの洗濯乾燥機ってなかったんで、はい、洗うだけ。だから洗濯しかなかったじゃないですか、家で。ああ、なるほど。干さなきゃいけない、はい、でもなんかあの野球の試合とか、大学時代も野球部だったので、はい、もう野球の試合やった後のユニフォームって洗うともう土だらけになっちゃうんですよね、はい、でしかもそれは明日もちょっと連戦だからって乾かそうと思うと、はい、もう乾燥機ないとって感じだともうコインランドリー。今は結構洗濯機乾燥機一体型があるので、斜めドラム。あ、そうですよね、はい、はい、家庭用でもということですね。そうですそうです、うん、もうそこでもう畳まずにそこから引っ張り出し切るっていう、はい、一人暮らしやってますけど。私ねまだデビューしてないんですよ。だから今日はね興味津々で。あ、使ったことないんですか。そうなんです。へえ、行ってどうすればいいのみたいなところから、はい、ちょっと教えてもらおうかなと思ってるんです。なるほど。ちなみに最近の人たちでどういう時にコインランドリー使ってるんですか。最近の人たち、うん、私で言うと、はい、やっぱり雨の日が続いたり、あとは子供の友達がわっと泊まりに来てたくさん洗濯物をその日のうちに乾かさなきゃいけないとか、うん、まあ、同じです、部活、子供の部活でたくさんあるのに、はい、明日試合があるから持って行きたいって言われた時には使っていました。なるほど。でもなんかそこのコインランドリーにちょっと課題があるんで、自分で新しいのやってみようと思ったんですよね。課題、はい、課題というか不満というか。そうですね、はい、あのいつも利用しているコインランドリーがあるんですけれども、そこがまあちょっと古くて暗くて汚くて、うん、そのひとときも痛くないような場所だったんです。そういうコインランドリーありますよね、はい、ちょっとここにずっといるのきついかなっていう、はい、きついで、最近でも新しいところも増えてきてはいるんですけれども、そうですね、明るくなったところ増えましたね、はい、あるんですけど、私がよく行っているコインランドリーは、まあ、そういうところだったので嫌だなとずっと思っていて、うん、はい、自分でも使いたいと思えるようなコインランドリーを今回作ってみたいと思いました。どんな感じなんですか。はい、ランドリー最近本当に増えてきていて、で差別化を考えた時に、まあ、カフェを併設することで私が常に人がいるっていうランドリーなので、はい、そのこまめに掃除をして、まあ、使いやすくて、わからないことがあれば聞いてももらえるし、綺麗なコインランドリーじゃないかなと思います、うん、なるほど。矢蓋さんがもうカフェやってるっていう感じですか。はい、やってます。やってる、はい、もう常にいるといます。
どういうなんか人に来てほしいとか、こういう人に使ってもらえたらってあります？洗濯ってすごく家の中のことで、どうしてもこう家でやらなきゃいけないというか、わざわざ外でやるなんて贅沢だなって思われるかもしれないんですけど、洗濯から乾燥までで言うと、まあ、大体1時間ぐらいかかると思うんですね。でそれをまあ外ですることで1時間分の余裕ができるというか、まあ、自分でそこでまあ少し心に余裕を持って笑ってもらえるようなことだったらいいかなと。確かにこう主婦の方って家事って家でやってて、はい、まあ、真面目にちゃんとやんなきゃっていう、はいはい、このイメージが強すぎるっていうのがあるんですかね、はい、なんかもうこもってずっと一人でやるっていう、でね、誰とも話さないし、その間話せないですもんね。そうで一人でやって黙々とやって、で毎日同じことをやって、はい、っていうのを、まあ、あえて外ですることで、まあ、誰かと出会ったりとか、洗濯自体が、まあ、楽しくなるわけではないかもしれないけど、少しこう笑顔になれる場所になるんじゃないかなと思います。確かに、まあ、週に1回でも2回でも、はい、なんだったらこう奥さん同士、お母さん同士、友達で待ち合わせて、はい、10時集合みたいな、はい、でお茶飲んで帰る。そうです、じゃあ洗濯も投げ込んでもらって、はいはい、隣でお茶して、気分転換になってくれたらいいなっていうのは、いいっすね、はい、思ってます。確かに、しかもだいぶ時短になるでしょ。そうですね、干すまでで言うと、はい、干して乾くまでって考えると、そうですね、ざっと1時間で多分終わるので、はいはい、2、3時間分ぐらいは多分時短になってますよね、はい、もう全部完結して帰れるので、うん、はい、なんかこうお店もおしゃれな感じですよね。これイメージのまだ写真ですけど、はい、おしゃれ、もあんまりおしゃれになりすぎるとハードル高くなるかなっていうのも考えたので。なるほど、やりすぎない。やりすぎない、でも家っぽくって落ち着くような、はい、はい、家じゃないけど仕事場でもないけど人のなんもう一つの場所みたいな、うん、居場所ができるできるようなイメージを持って作りました。うん、これランドリースペースの方はだからもう仕切られてて、別の隣り合ってるけど別空間、別物になってます。はい、扉があるので、うん、はい、スッとこう行き来できる、行き来できます。中のこの畳台っていうか作業台が結構おしゃれですね。ちょっとそうですね、こだわって作りました。はい、だからここで全部畳んで、はい、こう持って帰っていい、はい、家で黙々とするよりかはちょっと、はい、ちょっと楽しくなれるんじゃないかなと思います。うん、カフェの方はどんな雰囲気なんですか？カフェの方はそんなに席数もないんですけれども、もう本当にちょっとお茶して帰っていただけるような空間になってます。何席ぐらいあるんですか？下に6席あって、はい、ロフトがあるんですよ。へえ、階段を上がっていただくと、はい、そこがソファー席になっているので6人ぐらいは一気に座っていただけるような場所になってます。でそこはもう靴で上がれないようにしていて、はい、お子様を連れてきていただいてもう、はい、過ごしていただきやすいようにしています。そうなんですね、はい、じゃあもう全く別空間として居場所で使えるっていう、居場所としても使っていただけます。いいですね、はい、それなんか予約とかできるようにするんですか？予約もできます、言っていただければいいですね、はい、そしたらみんなで集まって、そうです、お茶をしていただければいいかなと思います。いいですね。ランチとかもできるんですか？できません。もうお茶だけ。もうじゃあもうまさに気軽に、はい、お茶です、お茶です、はい、いやいいですよね。いや振り切った方がいいと思う。はい、何でもやり始めると大変なんで、お茶しにしてください。はい、あのランドリーにいて私みたいに初心者はどうしたらいいのかがわからないときに、うん、お隣にいてくださって声をかけて説明してくださるっていうのが、これすごく親切で、はい、なんか行きやすいなっていうふうに思うんですが、はい、もう一つだけ質問してもいいですか？はいはい、家でお布団を洗うのとそちらでお布団を洗うのと何か違いがあるんですか？あの洗うの乾燥が乾燥多分全然違っていて、はい、あの外に干していただくのもふかふかにはなると思うんですけれども、ガスを使った乾燥機なんですよ、はい、なので高温で乾燥しますので、まあ、ダニさんもお亡くなりになりますし、うん、ふかふかになります。へえ、高温で洗うっていうのがあの乾かすっていうのが特徴だと思います。魅力的です ねなるほど、ダニもお亡くなりになれると、ダニもなくなる、はい、それ嬉しいですね、はい、でも最近あんまり布団を外に干すって分かんないですよね。確かになかなかないですね。
そうなんです、ゴミが結構ついたり、風に乗ってゴミが来るので、はい、私も白いものを外に置くと布団に虫がついたりしてて、はい、だから割と干さない方も結構いて、そういう方の利用もよく聞きます、はい、確かにそうですね、はい、東京で一人暮らししてるともう本当外干すと排気ガスで、あ、結構汚れるんですよね。わかります。だからもう乾燥機突っ込まないような感じなんで、はい、でも本当に清潔で、はいはい、いいと思います。確かにいいっすね。しかもなんか Wi-Fi も飛ばしててくれるっていう。はい、もう飛んでますよ。飛んでますよ、はい、もう本当なんかまったりしてていいですね。そうです、あのだからそういう、ね、そういうというかお仕事をされてる方でも、はい、洗濯を待ってる間、うん、お仕事していただいてもいいしっていう。そうですね、イメージを持ってます、うん、はい、なんか当時コインランドリー行ってたイメージだとすると、なんかあの1時間過ごすためのグッズ持っていかなきゃ、そうですね、本持っていかなきゃとか、スリッキレの漫画が時々置いてあったり、あ、そう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 しますね、ページが飛んでるやつ、はい、そうありますあります。そういう感じではないです。ではない、はい、もうパソコン片手に来ていただいて大丈夫、カチャカチャやってていいと、はい、本とか雑誌も置いててくれるんですか。置いてます。おお、いいっすね、はい、じゃ気軽にお茶飲みに行きます、はい、来ていただければ、はい、矢蓋さんに会えますと、はい、はい、私もちょっとデビューしたくなったんですけれども、いつオープンなんですか。はい、今週予定です、はい、例えばオープンだと、はい、キャンペーンとかがありますよね。はい、やります。お、はい、12月の22日の土曜日から22、23、24日まで10時から4時の間でコインランドリーの利用料が全部半額になるのと、はい、あと来ていただいた方には併設のカフェでコーヒーを一杯プレゼントさせていただきます。おお、お得。お得ですね、はい、たくさん来ていただいて知っていただきたいの で、そうですね、ぜひ足を運んでください。じゃあ年末に向けてちょっと洗い物全部持ってこます、はい、そうです、はい、綺麗な布団でね、はい、新年を迎えていただきたい、新年を迎えるように、はい、何にもお亡くなりになっていく、はい、高温で、はい、ね、高温で乾燥しました。山田さんのですね、思いがぎっしりと詰まった、はい、このコインランドリー&カフェなんですが、はい、洗おう、笑おう、サボろうというキャッチがありますよね、はいはいはい、それと同じようななんかフレーズの曲を今日リクエストしてくださっていますので、はい、しました、はい、ではここで、はい、ドリームズカムトゥルーで嬉しい楽しい大好きをお届けします。さあ、ここからは今夜の主役ランドリー&カフェ Your Neighbor の矢蓋かおみさんとゲストコメンテーター小林文明さんに、働きたくても働けない女性の輝き方についてディスカッションをしていただきます。よろしくお願いします。お願いします。すごい難しいテーマですけど。難しいし大きいですよね。大きいですよね、はい、ちなみにこのランドリー始める前は、はい、矢蓋さんは主婦。はい、主婦でパートで働いてました。はい、はい、これをやりたい、やろうと思ったきっかけは何だったんですか。きっかけは主人が、はい、まあ、このガス屋さんなんですけれども、そのガスを使ったものと、あともう一つ御用聞きっていう仕事をさせてもらってるんですけど、はい、家の中に入る仕事で割と細かなことまで対応させてもらっていて、うん、でそのガスを使ったものと家の中のこと、家事のお手伝いっていうのがつながった時に、まあ、コインランドリーになったんですけれども、うん、はい、でそれを作るって時に、はいはい、でその場所作りうん、を考えて、で私は外で働いてたんですけれども、はい、まあ、その定年があったりとか、うん、ね、パートだったりとか、はい、っていうところから私が働ける場所を作ってくれたっていうところです。ってことなんですよね、はい、これすごいなと思ったんですよ、はい、旦那さんが、はい、いや奥さん活躍できる場所を、はい、なんか作ってあげたいと思って、はい、できたっていう、はい、そうなんです。優しいですね。はい、とてもとても、はい、ここでその旦那さんののろけ話聞いてもあれなんですけど、はいはい、でも普段お家でそんな話してたんですか。そうですね、あのいろんな旦那さんの話も聞くんですけれども、すごく多分協力的な方で、はい、その中で、まあ、いろんな働き方、うん、私が働いてた場所でもすごく働きやすい会社と言われていたんですよ、はい、大手だし、ええ、だけどパートじゃないですか、はい、そしたら休む時どうしても休まなきゃいけない、子供が病気になるとかいろんなシチュエーションが出てきた時に自分で代わりの人を探さなきゃいけない、うん、シフトここ変わってっていう、そうなんです、変わってっていうのが冬になると増えるんです、はい、
病気が増えるから、うん、でだんだん重なると3人子供がいるので私、はい、インフルエンザって1回で終わらないんですよ、はい、だんだんこうね順々にそうやっと治って出ましたありがとうございましたすいませんまたインフルエンザなんですとか、はい、っていうのでまあだんだん頼みにくくなってきたりするんですよね、うん、でそういうのであのそういう話はよく家庭でしていました、はいはい、そういう意味ではこの女性の輝き方の一つはパートナーの協力っていうのがあると思います、うん、家の中での話を聞いてくれたり、はい、パートだからっていう言い方をするような人もいると思うんですけど私の主人は絶対言わないし、はい、とても尊重してくれていたので、うんはい、それを家庭内でもっと言ってくれたらいいなと他のお母さんの話を聞いてたりするとあ、はい、私はとても恵まれてると思うんだけど、うんはい、なるほど、まあ、まずは話をちゃんと聞いてほしいなと、はい、多分それだけで随分違うと思います、うん、他になんかこういうことあったらこう私たち輝けるのになもっとなんか頑張れるのになってあります？でも一番はやっぱりその主人パートナーの理解やその言葉声がけとかだと、はい思いますしで、まあ、働くだけが輝くではないんじゃないかなと思っていて、そうですね、で役割分担夫婦ってなので、うん、やなんだろう女性がじゃ家にいなきゃいけないとかいうわけでっていう時代も終わってはきていますけどやっぱりそれがいい人もいるし、はい、で役割でいうと多分50、50分ちゃんとなってるんじゃないのかなと思うのでそれぞれのステージで輝いていると思えるような状況が欲しいあればいいんじゃないかなと思います。そうですね、はい、自分で私輝いてるってなかなか思えないですからね。思えないしそれを言うとちょっと言っていないかなと思うので、まあ、そうですね確かに、まあ、そうすると誰かがあなた今いいねって言ってくれる、はい、今家のことやってくれてていいねと、うん、と思います。それだけでも随分気持ちの問題だと思うので、はいはい、じゃないかなと思います。なるほど。でも働くことだけで言うと私がの子供の時は私の子供自分の子供が学童保育に行ってたんだけど、はい、あの3年生で終わりだったんですよ。そうですね。ですごく困ってて、はい、でも置いていけないですよね、夏休みとかにずっと、うん、なのでそういうのすごい悩みで夏休みの間はだから他のお母さんと協力してたらい回しみたいな、はい、お互いにシェアするっていう。そうです、シェアするのと実家をたらい回しにするっていうので、はい、もういろんな、ね、ことを考えながらやってたのが今6年生までできて、ね、施設もちゃんと作ってくれて、はい、あれだけでもすごい違うなと、働くお母さんにとってはすごいありがたいように今ありがたい環境になってきてます。そうですね、はい、確かにもう共働き世代が6割ぐらいなんで、はい、私生まれた時って3割ぐらいだったんですから、はい、ちょっと前提変わったなっていうのがある、はいはい、でも次はやっぱりなんか共働きじゃないと働いてる女性じゃないとなんか子供を保育所とか学童にこう預けちゃダメっていう感じがあるのをちょっと変えたいなと、はい、あります、ね、保育所とかね言うところもあるらしいですよ。そのえお母さん今日何の用事で預けるんですかとか、働いてないお母さんだと、はい、これ変えたいですよね。変えてほしいです、ね、はい、だからそういう意味ではなんかこのお店のコンセプトも、はい、なんかあのサボろうって入ってるのは、はいはい、そういうことかなと思って、はい、私すごいいいなと思ってるんですよね。ありがとうございます、はい、そういう感じですよね、はい、どんどんサボってほしいです、うん、そんな真面目にこもって一人でやるようなことを繰り返してほしくないですね、はい、みんなで楽しくやれた方が少しでもね、はい、いいですよね、はい、なるほど。まあだから余裕があるっていうのはやっぱ大事ですね、はい、時間的に、はい、でもそれは多分パートナー側もそうかもしれないですね、うん、男性ももうヘッドヘッドに疲れて帰ってくると、はい、やっぱ余裕なくなっちゃってるでしょうから、はい、そこですね、はい、そこはあのケアしないしていかなきゃいけないっていう、ね、そうですね、あ、まあ確かにパートナーもあるかもしれないし、はい、まあ、我々もこう働き方改革っていうのやってるので、はい、まあ、会社自体が早くお家に帰りたりとか、うん、まあ、少し余裕あって家庭に余裕ができると、はい、また社会もうまく回ってくるのかなと思うので、はいはい、ぜひじゃあこっからちょっと広げてください。ヨアネイバーから、はい、サボっていいよと思ってます。はい、ね、言ってきました。言ってきましょう。はい、広めてってください。はい、そしたら福山も明るくなってくる。はい、楽しみにしてます。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。そのランドリー&カフェヨアネイバー、
今週中にオープンだということなんですけれども、はい、問い合わせの電話番号をお知らせしておきます。 084-959-6255 959-6255 の方にどうぞ。今夜の主役はランドリー&カフェ Your Neighbor の矢蓋香美さん、そしてゲストコメンテーターは小林文明さんでした。ナビゲーター平野恵子でお送りしました。あなたの出番です。次の主役はあなたの番かも。それではまた来週。この番組はフォーアブスタン、カネソ22の提供でお送りしました。